生死とは、有性の生殖細胞の一つ。動物、藻類や苔植物、シダ植物、一部のラシ植物に見られる。動物の生死は卵子に比べて小さく、運動能力を有した有性生殖細胞である。生死の構造は、遺伝情報である、核 DNA を含有する頭部、ミトコンドリアの集合した、中辺部、さらに中心固定から伸びた。 軸糸からなるビブから構成されている。生死の頭部には、線体アクロソームと呼ばれる部位が存在し、様々なタンパク質分解酵素が含有されている。受精において、線体の形態的変化線体反応が、卵子の細胞質を覆っている、等タンパク質である透明体の通過に関与すると考えられている。一方、中辺部及びビブは、弁合構造をとっており、 それを振動させることにより運動している。生死には卵子の位置を把握するために卵子や卵球細胞から分泌される有因物質を感知する機能が備わっていると考えられている。受精のメカニズムは未だ不明な部分が多く、生死が能力を得るために必要な受精能獲得や運動パターンの変化である超活性化などについて現在でも多くの研究が行われている。 卵子細胞膜との融合のために、生子側で必要な分子として、日本人の研究者らにより、タンパク質、イズモの存在が2005年に報告された。生子は、生原細胞から分化して作られる。生殖細胞は生殖層とは異なる場所に生じるが、発生の過程で移動し、生巣元気に取り込まれ、生巣を形成する。生原細胞は、 細胞分裂により数を増やし、この中から一時生母細胞が生じ、続いて、原数分裂によって2個の二次生母細胞、最終的には4個の生細胞が作られる。生細胞は、生子完成を経て、生死となる。生子完成の際、ゴルジ体が、先体に、中心体が弁毛となる。ミトコンドリアは、弁毛の根本の周辺に凝縮し、 弁網の動作に必要なエネルギーを供給するようになる。後に精細胞の細胞質機質の一部は消失資格も凝縮されて生死の形となる。人を含む動物や魚類の生死は通常は生死を含んだ液体である精液としてオスから放出されるものであり、精液のことを指して生死と呼ぶ場合も多いなど。メディアを再生する。 顕微鏡で見た人の生死1日に、精巣で作られる生死の数は5000万から1億ほどである。大きさは60マイクロメートルほど。精巣で作られた生死は、精巣状態まで運ばれ、成熟して、射精を待つ。精巣状態では、最大10億ほどの生死が貯蔵できると考えられている。射精1回あたりの生液が含む、生死数は、 個人差や体調面でのブレも大きいが、通常1から4億ほどである。人の場合は、制原細胞から70日間をかけて分化し、生死となる。ほとんどの場合、通常空間では数時間程度で死滅するが、経管内や子宮内、卵管内などでは生死に蓄えられている、エネルギーにより数日程度の生存が可能である。 精子は凍結保護剤としてグリセロール、ジメチルスルフォーキサイド、糖類を用いることで液体窒素中に凍結保存できる。ただし、凍結保存法は動物種によって異なるため、種に応じて最適な凍結保存法を用いる必要がある。近年、マウスにおいて精子を冷蔵保存する技術が開発されている。冷蔵保存された精子は、 数日間にわたって高い受精機能を維持することができる。日本の山梨大学などはフリーズドライ技術を応用して精子や卵子を真空凍結乾燥して保存して常温で数日保存しておき必要に応じて受精機能を回復させる技術を研究中である。低温設備がない状況で郵送や野生生物のサンプル採取が可能になる。ポリデオキシリボヌクレオチドは 当初は、胎盤から抽出された、組織修復射撃剤として発見され、他にも、マスや、同種のサケの精子から抽出され、マスは、イタリアの医薬品、サケは、韓国の医薬品に使用されている。シダ植物やコケ植物では、配偶体の上の造成器で、体細胞分裂によって精子が作られ、雨水などがある条件で泳ぎ出す。精子は細長く、 先端に数本の弁毛を持つ。種子植物では、胃腸と素鉄だけが独立した精子を形成する。精子は、肺種先端部で発芽した花粉管の中に形成され、肺種の先端にある卵細胞が顔を出す部分に泳ぎ出す。精子は球形に近く、前方に多数の弁毛を持っている。ジャゴケなどの苔植物の一部では、 空気中に精子が放出されるものも知られている。ありがとうございます。